こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、今すぐ使える大人の鉄板夏服ベスト5グリーンレベル編ということでお届けをしたいなと思っています。夏服って結構ですね、使う時期が長いんですよね。7月も暑いし、8月ももちろん暑い、そして9月に入ってもまだ暑さが残っていて、場合によっては10月初旬ぐらいまで使うこともあったりするので、結構夏服って様々なバリエーションあった方が長い期間楽しめるかなと思ってるんですね。ですので今回の動画ではグリーンレーベルさんとコラボレーションで、今すぐ変えて長い夏に対応できるような様々なバリエーションの夏服を5つご紹介したいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。まあ、僕たちにとって馴染み深い半袖のシャツだとか T シャツだとか、このあたりもしっかりと押さえてありますし、それだけではなくて少し素材感に変化を取り入れたようなアイテムもあったり、長い夏を楽しむために様々な角度からアイテムをご紹介したいなと思っていますので、ぜひコーディネートも含めて最後までお楽しみいただければなと思っています。今回もたくさんの点数揃えてますので、前置きはこのあたりにして早速内容に入ってみたいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからは具体的にアイテムの解説に入っていきたいなと思っています。まず一つ目はですね、僕が今着てるこちらの半袖のバンドカラーシャツですね。これがめちゃくちゃ良かったんですね。夏場の半袖シャツというのはもう定番アイテムで、僕も動画の中で何度か解説をしてきていますが、代表的なのはレギュラーカラーだとかオープンカラー、このあたりのですね、半袖シャツかなと思うんですね。ですがこちらはですね、バンドカラーと言いまして、襟元がスッキリとしたような、そんなデザインになってるんですね。まあ、僕はもともとバンドカラーシャツが大好きなんですが、半袖のバンドカラーシャツというのは今回初めて着るんですけども、これまたなかなかバランスがいいなと思っています。サイズ感は程よくゆとりがありまして、袖丈は腕の関節よりもやや長め、身幅も適度にゆとりはありますが、決して大きすぎるようなバランスではないので、このあたりは大人の男性でも上品に着こなしていただけるかなと思います。デザイン的には胸にですね、ポケットが左右対称についてまして、これがですね、デザインのアクセントになってるんですね。夏の着こなしはどうしてもシンプルになりがちなので、このようなポケットでアクセントを取り入れるのは個人的にはすごく好きなので、このあたりも非常に気に入っているポイントかなと思います。で、もう一つ最大の特徴でもあるんですが、素材使いですね。ドットエアという素材を使っていまして、通気性がすごくいいんですね。夏場の重ね着だとちょっと暑いかなと感じる方もいらっしゃるかなと思うんですが、このドットエアを使った素材だったら快適に過ごすことができるかなと思います。表面には凹凸感があって肌離れもいいですし、なおかつ平坦にも見えないというところも含めて、なかなか素材感もいいんじゃないのかなと思います。僕が選んだのはミディアムグレーなんですが、都会的なシャープな色合いで、これはですね、大人の男性が着ても様になるような一枚かなと思います。まあ、コーディネートは簡単で、今回はベースにはですね、プリント T シャツですね、こちらを着て、その上にアウター感覚でさらりと着ています。これだけで簡単にコーディネートが完成してしまうんですね。ボトムスは今ブラックを合わせていますが、まあ、これが鉄板でまずは使いやすいんですけども、実は同素材でボトムスも用意をしてるんですね。これがですね、単体で見てもめちゃくちゃ仕上がりが良くて、この後の着こなしにもどんどん使っていきたいなと思うんですが、もも周りには適度にゆとりがありながらも、膝から下テーパードは効いてるような、大人の男性に似合いやすいような、まさに王道のシルエットになっていまして、単品使いもできますし、上下でセットアップを組めば、あとは内側 T シャツを変えるだけで簡単に着こなしが完成してしまうので、なかなかこのボトムスも便利かなと思います。ブラックのパンツにも合うし、セットアップにしてもいいですし、それだけではなくて、新作のオルマイージーパンツとベージュですね、こちらとも相性が抜群に良かったので、ぜひこういった着こなしも再現していただければなと思っています。1枚あれば様々な着こなしが実現できるような、まさに鉄板のシャツなので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて2つ目のアイテムなんですが、僕が今着てるのは先ほどと同じくですね、ドットエアの素材を使った半袖の T シャツになります。これも僕が今まで着たことがないようなアイテムなので、かなり新鮮な感じがするんですけども、通常のコットン素材の T シャツとは違った独特の張り感があって、表面にも凹凸感があるんですね。なので単調な T シャツではなくて、ちょっと変化球を交えたような見え方になるので、個人的にもこれめちゃくちゃ気に入っています。サイズ感なんですが、少
少しゆとりを持たせていまして、身長164センチ53キロの僕で、今着てるのは M サイズになります。袖の長さは腕の関節よりも少し長めです。身幅もゆとりを取っていまして、程よくゆとりがあるんですけども、この裾の部分ですね、ドローコードがついていまして、ここを絞ることで、ちょっとこうクッションをつけながらですね、見せ方を変えることができるんですね。まあ、このあたりが通常の T シャツではできないポイントなので、だいぶ見え方が変わってくるかなと思います。襟元もちょっと工夫があって、折り柄が入っていて単調に見えないのも、なかなかバランスがいいのかなと思っています。下に白 T を着た時の見え方のバランスですね。このあたりも完璧ですし、深みのあるネイビーの色味もかなり使い勝手がいいので、これは夏場にガンガン活用したいアイテムの一つかなと思いました。先ほどもお伝えしましたが、ドットエアを使っているので、通気性もいいので、真夏でもかなり使い勝手がいいんですよね。合わせ方は簡単で、先ほどセットアップの際に使ったグレーのパンツと合わせて、ネイビーとグレーでシックにまとめるのもすごくいいと思いますし、今年トレンド感のあるホワイト系のパンツとも相性がいいです。このようなスタイルはかなりですね、爽やかな雰囲気なので、個人的にもだいぶおすすめです。それだけではなくて、ショートパンツに合わせると、外遊びだとか、アウトドアの際にすごく活躍してくれると思うので、これは1枚あると様々な着こなしが想定できるような名品かなと思います。ぜひ半袖の T シャツだけだとちょっと飽きてきたなという方は、こちらのドットエアを使った T シャツですね、夏の着こなしに加えていただければなと思っています。はい、続いて3点目はですね、僕が今着ているこちらのストライプ柄の半袖シャツですね。これはもう大人の男性であれば1枚持っておくとめちゃくちゃ便利な鉄板アイテムの一つかなと思います。僕自身半袖シャツは大好きで、いろんなものを買ってきましたが、結構無地のものが多いんですね。その中で今回着ているものはストライプ柄ということで、ついついシンプルで地味になりがちな夏服の中で程よいアクセントを効かせながら、これならですね、着るだけで簡単におしゃれ見えするので、すごく便利なアイテムなのかなと思っています。1枚目のシャツはバンドカラーの襟型でしたが、こちらは定番的なレギュラーカラーになってまして、サイズ感もですね、グリーンレーベルさんの定番で展開しているジャストルーズと呼ばれるような、適度にゆとりを持たせながらも大きすぎないような大人っぽいバランスになってるんですね。このサイズ感も使い勝手もいいですし、あとはストライプ柄の表現もすごく個人的には気に入っていまして、単調な2色を使ったようなストライプ柄ではなくて、マルチストライプ柄といって少し変則的な並びになってるんですね。ですので通常のストライプシャツとの違いも出せますし、今年っぽさみたいなところも漂うので、すごくバランスのいいストライプシャツに仕上がってるかなと思います。素材はコットンを使ってるんですが、肌触りも良くて着ていてストレスもないんですね。このあたりの着心地の良さも含めて完成度は非常に高いかなと思っています。コーディネートは非常に簡単で、内側には白 T を着て、内側から少し覗かせてあげるようなバランスが最適かなと思います。第1ボタン、第2ボタンぐらいまで開けて白 T を見せるような着こなしがまさにですね、鉄板で合わせやすいので、ぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思います。で、ボトムスなんですが、ブラック系のパンツでももちろん合うんですけども、先ほどから履いているですね、こちらのドットエアを使ったセットアップにも活用できるミディアムグレーのパンツですね。これがめちゃくちゃ使い勝手が良くて、これ1枚あれば今回の着こなし全部に使えるぐらいですね、なかなか優秀な一本なのかなと思います。ブラックのパンツも好きだけども、夏だとちょっと重たいかなと感じる方には、こちらのミディアムグレーのパンツがかなり使いやすいので、ぜひこちらのストライプのシャツにも合わせていただきたいなと思っています。こちらのストライプ柄のシャツは1枚持っておくだけで、好感度抜群な着こなしが簡単に実現できますので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目はですね、僕が今着ているこちらのグラフィック T シャツですね。これも完成度が高いので、ぜひ皆さんにご紹介ができればなと思っています。先ほどからずっとですね、僕はこの T シャツを着続けているんですね。まあそれぐらいこちらもですね、使い勝手が良くて、様々なコーディネートに合わせやすいという特徴を持っているんですね。僕はそもそもですね、このようなグラフィック T シャツが大好きで、毎年結構な数買ってきているんですが、なかなかですね、大人の男性に似合うようなグラフィック T シャツってそもそも売ってないんですね。皆さんもですね、プリント T シャツとかグラフィック T シャツで言うと、子供っぽいだとか大人だとなかなか難しいかなというイメージを持っている方もいらっしゃるかなと思うんですが、それは間違いじゃなくて、確かにですね、子供っぽい柄だとかちょっと派手なものが市場には多く出回っているので、そういったものを着るとなかなか大人の男性には似合いづらいんですけども、こちらに関してはかなり大人っぽくて使い勝手のいい柄になってるんですね。今僕が着てる柄は
はですね、長方形のボックスですね。こちらの中にボタニカル調のプリントがされているんですが、色使いが基本的にモノトーンで収まっていて、その中にグリーン系の色が差し色的にちょっと使われているぐらいなので、うるさくならない大人の男性にも似合いやすいような程よいバランスになっているんですね。プリントの面積自体もそこまで大きくないのもポイントで、これだったら大人の男性にもすごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。そしてベースの T シャツなんですが、白であること、これもすごく重要で、白 T をベースにしながらそこにプリントを乗せることで、一定の清潔感だとか小綺麗さも出せますし、夏らしさというところも気軽に出せるのがすごくいいポイントかなと思います。サイズ感はこちら M サイズを選んでいるんですが、袖丈、ちょうど腕の関節のちょっと手前ぐらい、長すぎないようなバランスで、身幅も適度なゆとりがあるんですが、大きすぎないんですね。これだったら1枚で着てもちゃんと主役になります。タイトすぎる T シャツだと1枚で着るとどうしてもですね、今っぽく見えないんですが、程よいゆとりがあるので1枚でも様になりつつ、上にシャツを羽織ったりだとか、シャツアウターだとかジャケットを羽織っても様になるのがこちらの T シャツのいいところなんですね。あまりにビッグシルエットすぎると、上に何かを羽織った時の収まりがあんまり良くなかったりするので、1枚でも着れるし、重ね着にも合うような絶妙なサイズ感に仕上がってるかなと思っています。コットンの質感も良くて、程よく微光沢があって上品さも漂いますし、今季もいろんなグラフィック T シャツ見てきましたが、ようやくですね、大人の男性におすすめできるようなそんな一枚に出会えたかなと思っています。今僕が着てる柄もいいんですが、もう一枚こちらもすごくいいんですよね。同じくモノトーンを使った配色になっていまして、写真のプリント自体も大人っぽくて、その中にちょっとアクセント的に2つの円が施されていて、こちらのカラーもイエローとブラウンを混ぜたような鮮やかさもあるんですが、その中に上品さを感じるような色合いなので、決して子供っぽくならないようなバランスなので、この柄もなかなかいいなと思います。僕はこの2枚を使い分けながら、1枚で着たいだとか重ね着のベースとしながら、夏から秋にかけてガンガン活用したいなと思っていますので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目は小物ですね。夏の着こなしはどうしてもですね、着用点数も少なくなるのでシンプルになりがちなので、まあそんな時にですね、小物でアクセントを取り入れることはすごく重要なんですが、中でも足元、スニーカーはすごく重要かなと思ってまして、今回ご紹介したいのはこちらですね。グリーンレーベルさん別注のニューバランス574ですね。これはですね、なかなか仕上がりがいいなと思っていまして、夏場のシューズは黒とかもいいんだけども、ちょっと重たく見えるので、できれば軽快なホワイト系を取り入れたいなと思っていたんですが、こちらは真っ白ではなくてオフホワイトの配色になっているんですね。面白いのがパーツごとに色味が微妙に異なるとこなんですね。アッパーの大部分に使われているスムースなこちらのオフホワイトの色味と、あとはメッシュ部分ですね、こちらも微妙に色味が違ってきますし、あとは後ろから見た時の素材感ですね、こちらはちょっとザラッとしたような大胆な素材使いになってまして、オフホワイトというよりはちょっとライトグレーに近いような色味になってまして、全体を見るとホワイト系の色味ではあるんですが、よく見るとパーツごとの色味の違いというところが実感できて、なかなか完成度の高い仕上がりになっているかなと思います。ベースとなっている574というシリーズ自体も非常に使いやすいベーシックなモデルになっていまして、丸みのあるシルエットで少し高も高めの仕上がりになっているんですね。ややボリューム感があるんですが、夏場の着こなしにアクセント的に使うには、このようなボリューム感っていうのはすごくバランスがいいかなと思います。ブラック系のパンツに合わせて爽やかさをより際立たせるのもいいと思いますし、意外とおすすめなのがショートパンツとの組み合わせかなと思ってるんですね。どうしてもカジュアルに見えがちなショートパンツも、足元をホワイトのこのようなスニーカーで合わせることで清潔感だとか上品さが漂うので、なかなかバランスよくコーディネートがまとまるんですね。白系のスニーカーというとジャーマントレーナーだとかホワイトレザースニーカーだとか、このあたりが代表的なんですが、あえてニューバランスのポッテリとしたシルエットを取り入れることで、いつもとはまた違ったバランスでコーディネートを作ることができるので、これも一足あるとなかなか便利なアイテムかなと思います。もちろん春夏はガンガン活用できるかなと思うんですが、秋冬の暗い色合いの中に取り入れてもすごくバランスが良かったりするので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいアイテムかなと思います。まあニューバランスって高いシリーズになると3万円超えるものもあったりするんですが、割とリーズナブルな価格帯で気軽に取り入れやすいのもかなり嬉しいポイントかなと思っています。ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。
そして小物でもう一点皆さんにご紹介したいのが、こちらのですね、スタンダードサプライにグリーンレベルさんが別注をかけたエコバッグなんですね。これなかなか面白いなと思って僕も気になっていたんですが、形は通常のエコバッグになっているんですが、素材は折りたたみできるようなライトな感じではなくて、割としっかりとしてるんですね。なので、ラフなバッグとしてガンガンに活用できるような、まあ、そんな厚みに仕上がってるかなと思います。まあ、僕自身あんまりエコバッグを折りたたんで持ち歩くことはないので、まあ、普通に使うことの方が多いので、まあ、これぐらいの生地がしっかりとしてるものがありがたいなと思ってるんですが、これ単体でもすごくかっこいいんですけども、これ別注ということで、肩にかけられるようなストラップがついてるんですね。こうすることでだいぶ見え方も変わってきますし、ちょっとした小物感覚で気軽にですね、取り入れられるので、なかなかバランスがいいなと思いました。僕はオリーブがなかなかいいなと思ったんですが、ちょっと光沢感があって上品なオリーブに仕上がってまして、そこに対してオレンジのストラップがついてるんですが、この色味もですね、適度に光沢感があって深みのあるオレンジなので、なかなかバランスがいいんですよね。まあ、先ほどから夏の着こなしはシンプルになりがちだという話をしていますが、このようなバッグ自体の色味で少しアクセントを取り入れてあげるのもなかなかバランスがいいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね、小物の一部としてチェックをしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では大人の鉄板夏服ベスト5グリーンレベル編ということでお届けをさせていただきました。冒頭にもお伝えしましたが、夏は長いのでついつい着こなしが単調になりがちですが、今回ご紹介したような例えばバンドカラーの半袖シャツですとか、ドットエアを使った半袖の T シャツですとか、このあたりのアイテムを加えるだけでも結構ですね、いつもとは違ったアプローチで夏服を楽しめるのかなと思っています。ぜひ皆さんもですね、今回ご紹介した中で気に入ったものがあれば、こちらの動画の下の概要欄にですねリンクを貼っておきますので、そちらでチェックしていただくか、もしくは店頭に行ってショップスタッフの方と相談しながらですね、夏の着こなしにぜひ加えていただければなと思っています。また今回ご紹介したアイテムに関しては、これからの動画の中でもどんどん使いながらですね、皆さんに様々な大人の着こなしをなるべくわかりやすく解説していきたいなと思っていますので、ぜひこれからの動画もお楽しみいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。